チャンネルのおとといです。満塁ホームランが出ました。日大三高です。そして今日の剣道がチャンネルの一つです。先ほど専修大学にこの3回の表に2点入れられて、その後ツーランホームランを打たれて、まあどうしたもんだろうかなと思ったところに、3回の裏、日大三高が満塁としたところで、このホームランが来まして、一挙に4点もありました。また2点差をつけたところで、非常に盛り上がっております。やはり、今日一番強力打線の日大三高です。この勢いでぐんぐんと得点を挙げてもらいたいところです。前回の試合を見ても、この序盤戦の勢いというのはもう少しありませんで、相手に先行されたり、あるいは今日も途中で逆転をされたりしたところですが、これからはこの今マリーホームランが出たところで本領発揮してもらいたいと思います。前の試合でも最後のマリーホームランが出たところで、今度ゲームを成立ということになったところです。そしたらです、今日は神宮での今年初めての試合になります。日大三高です。応援席は野球部員の皆さん以外にブラスバンド、そしてチアリーダーの皆さん勢ぞろいです。ワンストライクスリーボールになりました。まだまだワンアウトですので、この後もどんどんと得点を入れてもらいたいと思います。フォアボールです。このフォアボールを引っかかりに塁を進め、あるいはこの塁を埋め、そしてこの長打を浴びていくというのが今回のパターン、この途中からのパターンでして、ホームランを両陣とも送り入れたところです。選手大会元我々地元の日大三高です。今日は両軍ともブラスバンド、チアリーダーが揃っての応援です。今、日大三高の裏の動きが続いております。4点、選手代が4点、日大三高が6点目を満塁ホームランで今入れたところです。